たいな順位とか書かれてるのがおもろくて懐かしいですね。ランウェイの時を思い出します。ハートありがとうございます。星集めカウントダウンなくなったから手探りになるんですね。そうなんだよね、そうなんよ。そう、ショールームシステム変わったんで星投げとかも変わったんですよ。だからちょっと難しいんですけどお願いします。皆さんの力を貸していただけると嬉しいです。ハイデさんかな、パチパチパチありがとうございます。拍手ありがとうございます。ヒデさんね、ヒデさんね、難しい方に読んじゃったね。グッチーさんハートありがとうございます。なのでいっぱいなんかとりあえず無料のとかでもいいので投げてくれたらポイントにつながるのでお願いします。ゆうじさん花お花ありがとうございます。くっちーさんハートありがとうございます。ハートありがとうございます。嬉しい。ちょっと窓を開けてるので車の音がうるさいかもしれませんけどご了承ください。ありがとうございます。なんか顔がキモい。こんにちは。とりあえず、ま、この時間帯はまだ皆さんお仕事とかがあってまだ全然人がね来れないと思うんですけど夜の部ではいっぱいね来てくれたら嬉しいなって思います。ニコニコイでもね、ニコニコイでも配信してた、普通に配信してた。こんにちは、みんなありがとうございます。来てくれて嬉しいでございます。ちょっとありがとうございます。あー、終わるまじろさんこんにちは、大好きでありがとうございます。大好きでありがとうございます。なんかお話あるかな。ゆうじさんお花ありがとうございます。そう、明日は研究生公演が、ね、あるので、皆さんぜひ来てくれると嬉しいです。あの本当にねいい公演ですから、他己紹介もあって、明日はどのメンバーの紹介をするのかちょっと私にもまだわかんないんですけど、よかったら来てください。今日何日、今日明日じゃないか、違いました、明日は研究生公演じゃありませんでした。わー、福田夫先生ありがとうございます。熊のタワーありがとうございます。嬉しい、ありがとう。いつもね、いつもくださってるからそんな無理しないでください、本当にお願いします。ありがとう、いつも可愛いこの赤ずきんちゃんと、ありがとう、嬉しい。ちょっと明日じゃなかったですね。 OK、 あら一緒に頑張ろうか、どれだけ力になるか分からんけどみんなで頑張ろう。ありがとう、ここてん楽しんでください。今日明日は13日だったんで研究生公演じゃないです、14です。私は明日はリハーサルがあります。ゼップの羽田のゼップ羽田にも出演させていただくんですけど、それのリハーサルがあるので頑張ります。はい、そのリハがありましたね今日。あ、明日、今日は一日何もなかったんで、ちょっとハノンさん帽子ありがとうございます。そうなんだよね、やばいですねタワーありがとう、本当に
かわいい赤ずきんちゃんのありがとう。そう、来週なんですよ。早くないですか？もう来週だよ。早くない？やばいですよね。かわいい、ありがとうございます。ビーバーさん、レインボースターありがとうございます。嬉しいですね。あ、お花ありがとうございます。絵文字のかわいいお花ありがとうございます。最近ね、ここてん…あ、ちょっと、ちょっと待って、興味あるじゃん。見て、可愛くない？ありがたいけどかな。タワーは1000ポイントを…タワー1000ポイントを10個でさ…あ、そうだ、あ、そうだそうだ、タワーありがとうございますなんですけど、タワーの、これは多分1万分、1万円ポイント分だと思うんですけど、1万ポイント分は1万ポイントをタワーにして一気に送るんじゃなくて、ああ、3位になった、ありがとうございます。皆さんのおかげで3位になった。今そう、1万ポイントをやるんじゃなくて、1000ポイントのアイテムを10連で投げてくれた方がポイントになりやすいそうです。この前のね、ランウェイの時もそうだったんですけど、1000ポイントのやつを10連投げてくれたら嬉しいです。でもタワーも嬉しいです。ありがとう。タワーも嬉しいので、全然何でもいいんですけど、何でもいいです本当に、欲を言えばみたいな感じです。ありがとうございます。嬉しいでございます。クワトロさん、お花ありがとうございます。ビーバーさん、お花ありがとうございますね。見て、これこれは私のパパの知り合いにもらったんですけど、可愛くないですか？これさ、ちゃんとまぶた閉じるんだけど、見て、まぶたが閉じます。すごくない？めっちゃ甘いし、なんかめっちゃ匂いが甘い。多分10連でポイントが増すのかな。多分今ファンの方がね言ってくれたから、そうだと思うんです。変わってたらごめんなさい。可愛くない？めっちゃ可愛い。これはもらいました。もらい物です。いただき物なんですよね。ありがとうございます。新型のアイマスクですか？新型のアイマスクじゃないです。ハンマカンマじゃないのよ、みんな。そう、ハートの形してるんだよね。可愛くないですか？ちょっと取れないですね、全然紐が。取れた取れた取れた。めっちゃ可愛くないですかこれ。どうやって使うのこれ。あ、こういうことね。紐を引っ張ると、そういうことね。ちょっとやってみよう。じじゃん、かどうって、こういうことか。めっちゃメガネ、どう、めっちゃメガネがずり落ちてくるんだけど。インクちゃん、プロデュースワンワンとか見てるよ、見てる見てる、うん、見てるよ、プロデュース。めっちゃ下がってくるんだけど、それは鼻が低いってことですかね。鼻が低いって言いたいのかな、このメガネは私に。どういうことですか、こういうこと、こういうことか、こういうことか。あ、いけた。こういうことだ。後ろに引っ張るんだね、こうやって。ウィンク。でも下がってきますね、鼻が低いので。じゃないんだって、もらったんだって。それ買ってる人初めて見たよ。私はもらったんです、これを。もらいました。もらい物なんです、買ってませんよ私は。
可愛くないですか。超かわちいです。配信来たらやったら嬉しそう。これもらったんです。もらったメガネちゃんです。もらったの。こうやってした方が可愛い。福田渡瀬さん、お花ありがとうございます。ただいまって書いてきたらみんなびっくりするよね。そりゃこれはあのもらったんです、お友達に。福田渡瀬さん、花いっぱいありがとうございます。嬉しい、ありがとう。もらったんだよ。あ、お花いっぱいありがとう。ずっと花咲いてる。可愛くない、これでかけてたら。ありがとう。かわちいかわ、嬉しい。部屋間違えたんかと思ったよ。部屋間違えてないよ。可愛くないですか、普通に。じゃんじゃんじゃん、ウィンクやってる女子を見て思ってること言います。ウィンクやってる女子を見て思ってること言います。めっちゃ可愛い。このまぶた閉じるのがさ、めっちゃ気持ちいいんだけど、自分でやるの。なんか快感。僕の目もハートに貼って、ハートになってます。なってるんだ。もうさつけてて、これ仮装しよっかな。これにしよう。目が2つ。サングラスにしちゃおっかな。あ、重すぎて前に出ちゃう。どう？かわいいでしょ。これで司会者出てこようかな。まあこれはね、そんな使い道はないかな。ありがとうございました。これ出番は以上です。はい、出番は以上です。あの子の、あ、いっぱいハートありがとうございます。ウィンクやってる女子を見て思ってること言います。できないんですよ、ウィンク。私、こんばんは、ありがとうございます。周年でつけてみてやばいでしょ。一人だけおかしな人がいるじゃん。アイチーさんのね、この前のね、一輪車の時はね、すごいびっくりしましたけどね。めっちゃかっこいいサングラスかけて、ヨー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 ちょっとHKT と STU の参加だが3位以内は十分可能性ある。本当？嬉しい、ありがとうございます。それでコメントが嬉しいです。意外と少なかったんだね。え、じゃあめっちゃいいじゃん。絶対いい。次の枠は絶対めっちゃ人来るから。絶対リンダのいいとこラグビーしてて。そうなんだよ。そうだ、この前のペタ写真で着てたパーカーエグちゃん。お揃いじゃないです、エグちゃんに借りたやつですね。私が、すいません。これはこれが私、新しが、あの、すいません、めっちゃ噛んだ。これは私が新しく買ってもらったパーカーです。これはずっとパーカーなくて、いいものが。これちょっと裏起毛で、あの、これ GU なんでお揃いにしてもらっても大丈夫です。めっちゃ可愛いんですよ、このパーカー。ずっと欲しくて、パーカーが。これで、あの、飛行機もね、これで乗っていこうと思うので。こういう格好が、こういう格好してたら、あの、こういう格好してたら私だと思ってください。全然チャックが上がらないです。ちょっと待ってね。はい、こんな感じ。めっちゃ可愛いんですよ。これは M サイズ。ちょっと萌えそど系で、これちょっと絞ったら以上くないですか。ルナさん、リンボスターありがとうございます。ジュンさん、帽子ありがとうございます。お揃いって、そうだよ。だからね、2人で笑ってたの。え、違うよねって爆笑しました、2人でホテルで。そういう格好もやっちゃうってだよね。だから私もこういうのが格好が好きで、こういう格好にしてます。今日初めて来た。
ネボスありがとうございます。ルナさんハートありがとうございます。レインボースターありがとうございます。よし、ハンちゃんさん、レインボースターありがとうございます。ハンちゃんもねやってるのに私の方にも投げに来てくれてありがとうございます。全然大丈夫ですよ。レインボースターありがとうございます。シロさんこんにちは。パーカーだと、そうなんだよね、パーカーだと楽なんです。楽だし、あの暑いとか寒いとか調節しやすいからいいと思って。なんてことで愚痴に笑そうで不定で笑ってました。AKB48 さん目指してる子が来てくれましたね。ありがとうございます。頑張ってください。え、2部は何時から？ウェルカムコメントってさ、これさ、コメ固定できないの？あ、固定できた。固定できてないからみんなわかんないのか。ごめんなさい。テキスト固定したんでここに書いてます。コメントの一番上にテキストコメント固定したので、よかったら見てください。今日の夜ご飯は何？わからない。ママが作ってくれるからわかんないです。リンカちゃんそこいたら少しだけ髪明るく見える。本当に全然真っ黒、ちょっと茶色、多分焦げ茶、私の髪の毛の多分焦げ茶です。こんにちは。ぜひ石松家の新しい家族こてつくに。やだてか家なの家行きたいんだけど行かしてくれないんですよ。だから私の家にしかないですね。イベント参加の日程ありますか？日程ですか？今日から18日までですって書いておきますね。すいません、ちょっと準備不足でごめんなさい。日程10月12からかな。はい、すいません。焦げ茶、そう焦げ茶なんだよ。コメント確認しました。ありがとうございます。確認してくださってありがとうございます。固定できたの？大丈夫だよ、頑張ってね。リンカちゃんありがとうございます。 HKT コンサート絡むの厳しいよね。どういうこと？ちょっとごめんね、分からなかった。国蔵さんお花ありがとうございます。テピーさん待ってたよ、ありがとうございます。ヨーラーさんお花ありがとうございます。チュンさんタコありがとうございます。ワンバンコじゃないのよ。こんばんは。いびき感がってこと？あー、そういうことね。コンサートもあるから配信ができなくなったりとかっていうことね。分かった分かった。修正 NMB の子も2人もマジやばいやばいやばい。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。もっと多いと思うから次の配信若手の方は。コンサートがあると配信できる時間減っちゃうよねってこと？そういうことだよね。理解した、ありがとう。リニリンカちゃんイベントって何？こっちの多分ここに多分私だけが書かれてるの。私は AKB48 グループ×ビスのレギュラーモデルのイベントに参加してて、決勝上位3位以内に入ったらまず紙面にビスの紙面にビスのビスのレギュラーモデル最終審査への進出を権を取得できるんですね。まずで、さらにランキング順1名と審査員特別賞に選ばれた2名は日本最大級のファッションショーの出演もできるんですね。で、12月にかけて4つのスケジュールの4月号に紙面掲載されます。私たちが決勝にとりあえず行けばっていうイベントに参加してるのでお願いします。髪の毛熱かった？
焦げ茶になる時は熱くないです。ハートいっぱいありがとうございます。6期生は新人枠に出るのかと思ったけど違うのね。私はそれにも理由があって、新人枠で出ようとすると多分絶対みんなそっちに行ってるんですよ。だから今回好きないと思うね。絶対みんな6期生の新人枠でやろうと思ってると思うんですよ。私はそっちの方が行きやすいから。だけどもう私はこっちで勝負しようと思って、新人枠じゃなくて、そうあえてのこっちにしました。新人枠も激戦だから、どっちも結局激戦なんだけど、あえてのこっちを選んだので、よかったらお願いします。私に清き一票お願いします。もし今回の枠が無理だったら新人枠でリベンジってことも、どうなんだろうね。ちょっとそこら辺は私もよく分からなくて、ちょっとよく分からないんですけど、とりあえずもうこの最初に書きようということで書けましたので、皆さん応援よろしくお願いします。みんなの力が必要です。じゅんさん結婚してありがとうございます。こんにちは。総選挙じゃん、総選挙おもろい。リンリンクちゃんそんなことしなくてもモデルになれないです、私背低いから無理なんです。ダニーさんハートありがとうございます。こんにちは。ちょっと漢字が読めないんですけど、なんとか森さん帽子ありがとうございます。ありがとうございます。冠っていうのかな、漢字の冠。一番かわちい、ありがとう、ハートありがとうございます。ちらゆうさんおばけありがとうございます。そうポジティブにいきましょうね、全然ポジティブにいきましょう。私はいつもポジティブですよ。そろそろ45でね、なこちゃんもそうなんですよね、背低いとか多分関係ないんだけど、スタイルいい子がやっぱいいと思います。あ、なこさんはスタイルがいいんですよ、スタイルがいいから。私はスタイルが、ね、全然そのなこさんみたいに良くないので、運転中なのでハートだけ応援してます、ね、ありがとうございます。わたあめさんハートありがとう。42分になったら私に教えてください。そしたら男女読みします。すいません、ギフト面白いみたいなので試しただけで、ああ全然ありがとうございます、嬉しいです。こちらを試してくれただけで嬉しいです、ありがとうございます。応援してくれたら嬉しいです。この上位との差をできるだけ早く縮めておいた方がいいと思うので、その差が広げられないように頑張りたいと思います。応援してくれたら嬉しいです。これは今回も3時間っていう制限があるのかな、わからないんだけど、まあ、とりあえず3時間やると思います。私もちょっとよく分かってないんですよ。チュンさんアイスクリームありがとうございます。こんにちは。あ、チュンさんありがとうございます。香水かなんか魔法の瓶かなんかよくわからないけどありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。あ、お疲れもありがとうございます。まず初日にモガネーとハンちゃんがどうくるか、そうなんだよね、もうモガネーが絶対強いからさ、怖いんだよ。まあ一緒に頑張ります。ルールが変わって初イベント、そうなんだよね、怖いよね。ヒロスさんハートありがとうございます。ロデムさんお花ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい。次の新人枠も狙っていけば、まあ今も悩み中です。ちょっと皆さんに負担をかけすぎてやろうから。
コーガジーシュありがとうございます。今日何もしてないのに。イベントは何はないけど何でも大丈夫です。何でも、ね、大丈夫です。新人枠ってロッキー全員、多分ロッキーしか書いてなかったから。はい、ということで多分42分になったと思うので壇上見したいと思います。13位たくまさん、たくまバシバシさんありがとうございます。12位かきもちさんありがとうございます。11位くわとろさんありがとうございます。10位こくぞうさんありがとうございます。9位ちょんさんありがとうございます。8位ちやなごさんありがとうございます。7位よいちゃんありがとうございます。6位なかさんありがとうございます。5位ジャパンまえさんありがとうございます。4位はのんさんありがとうございます。3位ようさんありがとうございます。2位ビーバーさんありがとうございます。1位福田おとせさんありがとうございます。ありがとう。あ、3時間以内で書いてた、よかった。じゃあ3時間やります。ってことでちょっと45分過ぎたらちょっといろいろ配信時間がちょっとおかしくなってきちゃうので、では一旦終わりたいと思います。次の部は19時からやるので、よかったら見に来てください。バイバイ、ありがとう。1時間寝てた。いいね。私はご飯を食べてました。夜ご飯を、今日の夜ご飯はパス、小松菜とベーコンのパスタとお味噌汁。ちょっと意味不明なやつなんですけど、お味噌汁は残り物なんで食べたんですけど、お味噌汁です。はんちゃん2位になってたらしい。やば、はんちゃん2位になってたのすごすぎ。ちょっと負けてらんないっすね。まあ、はんちゃんは今日30分しかできないみたいだった。多分その分を皆さんがねやってくれたんですけど、私はもう徐々にプレッシャーに持ち込んでいきたいと思います。ママが作ってくれました。クワトロさんハートありがとうございます。そう、今公演中なんでね、公演中の間に差をつけましょう。クワトロさんだるまありがとうございます。こんばんは、まだやることが終わってないのでまた9時から、ね、ありがとう。ハンちゃん毎日配信してるから。そうなんだよね、毎日配信強いよね。サティさんハートありがとうございます。おはようね、今日おはようございます。ありがとうございます。来てくれていっぱい、無料のやつでも何でもいいので投げてくれたら嬉しいです。 T さん、なんか狼ありがとうございます。チリも積もればビスに乗る。そうです、チリも積もれば山となるっていうことなのでお願いします。通勤休校通過駅花さん、あの花ありがとうございます。そう、はんちゃん公園出てるんですよね今日。頑張って応援はしてます。あー、ゆいちゃん久しぶり。ひろたん、花お花ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ななちゃんさんありがとうございます。俺とうちとで笑いのうちら、笑いのギャルならうちららしい。そうまさんありがとうございます。ゆいちゃんかわいい、ありがとう。ネオアレスさんだるまありがとうございます。なんかツイッターで見たんですけど、ベトナムのね方がショールーム見に来てくれてて、ベトナム人がね、その時に私はなんかすごい早口だったみたいで、ラップ、その外国人の方からするとすごいラッパーみたいに聞こえるらしくて、早口すぎて。なのでちょっとゆっくりめに喋りたいと思います。ネオアリスさん、レインボースターありがとうございます。ヒロタン、お花ありがとうございます。ソーソーさん、ソーソーさん、ハートありがとうございます。22時から仕事夜勤。マジで？久しぶりの夜勤で24時間。マジで頑張ってください。かわいい、ありがとうございます。草尾さん、ハートありがとうございます。そう、ラッパーに聞こえたらしいので、ちょっとゆっくり喋りたいと思います。この部は8時15分まであるので。はい、赤たんさん、タコありがとうございます。なんかとりあえず
適当に無料のやつも投げといてくれればポイントになるのでお願いします。とりあえずキラキラのやつ全部、そうキラキラのやつ全部投げてもめっちゃポイントになるので、ありがとうございますゆいちゃん、ありがとう。関西人は基本そうなんだ。リンクこの前ありがとうね、こちらこそありがとう。 YouTube 見ながら寝落ちしてた、わかる。 YouTube 見てたら寝落ちするよね、わかります。明日から3連休みたいなもん、うん、頑張ってじゃあ夜勤。あ、ゆずばばさんレインボースターありがとうございます。あ、よいちゃんハートありがとう。ハピマルさんもハートありがとうございます。よいちゃんいっぱいハートありがとう、嬉しいでございます。あ、リドさん帽子ありがとうございます、ありがとう。あ、ハートともちゃんハートありがとうございます。リドさんレインボースターありがとうございます。ハピマルさんもハートいっぱいありがとうございます。ユージさんハートありがとうございます。ともちゃんハートいっぱいありがとう。そう、イベント中です。あのビスっていう、ビスっていうイベント、ビスっていうモデル雑誌、雑誌のここはちゃんって言ってくれたのびっくりすぎてたけど、そう、あのカレーメンがねずっと言ってるのを聞いてたからちょっと言っちゃいました。ありがとうございます。カサさんもハートありがとうございます。ユージさんもハートありがとうございます。ユーちゃんハートいっぱいありがとう。てかリンクの通知を起こしてくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。頑張ってね、ありがとうございます。ともちゃんハートありがとう。ふふふって笑ってる天才美少女さんありがとうございます。ともちゃんハートありがとう。ゆずパパさんもハートいっぱいありがとうございます。リンクちゃんこんばんは、こんばんは。ハピバルさんハートありがとうございます。リンクちゃんこんばんは。リンクちゃんが一番好きなジブリ映画は仮暮らしのアリエッティですと千と千尋です。千と千尋の神隠しはと仮暮らしのアリエッティはあの金曜ロードショーで流れたのを録画して、それをもう 10回以上、多分20回以上ぐらい見てました。本当に大好きです。未だに見たくなります。相馬さん花ありがとうございます。クワトロさんだるまありがとうございます。こんばんは、いっぱい来てくれてありがとうございます。嬉しいでございます。エイティさんだるまありがとうございます。アンドロメダ駅さんお花ありがとうございます。ただの魚さんハートありがとうございます。嬉しい、とっても嬉しいです、ありがとうございます。あ、ココアちゃん、ココアちゃんもハートありがとうございます、ありがとう。白川さんもお花ありがとうございます。ジジリモンさん応援に来ましたさん、ありがとうございます。エグちゃんがね今体調不良なんでね、ありがとう。コカちゃん14日はリンクちゃんやるの、そうね、会おうね、楽しみ。アンドロメダ焼きさんハートありがとうございます。ありがとうございます、みんな一気にいっぱい送ってくれて。公園なかなか行けんくて申し訳ない、いろいろ準備あるからまだから頑張ってください。夜勤頑張って、えぐちゃんバレバレ公園、あ、そっか、えぐちゃん公園出てんのか、え、体調治ったのか、体調治ったんだ、よかった。えぐちゃんよかったです、バレバレ公園中でしたね。イベント頑張ってな、ありがとう。ただのさくまさんお花ありがとうございます。かささんハートありがとうございます。ごめんね、ジュエルめっちゃ好きすぎて、やっぱ本当嬉しい。ヨーグルッペガチャガチャできる、マジでヨーグルッペ大好きなんですけど、大好き。カサさんハートありがとうございます。いっぱいありがとうございます、嬉しいです、嬉しいでございます。よいしょ、こんばんは。希望うちはでもまだちょっと喉がちょっとやばい。そうなんだ、大事に。希望つぼみまた行きたいの来てほしい。
来てよ。体元気よかった。投げるギフトは何でも大丈夫だと思います。モデル志望っていうか、いろんなマルチクリエイターっていうの、まあ、いろんなことができるような人になりたい。アイドルもできる、モデルもできる、あこれもできる、あラーメンも歩けるみたいな人になりたいです。私ラーメンは一回歩かせてもらったことがあるんですけど、超重大っていうやつで歩かせてもらったんですけど、その時にね楽しさを知ってちょっと出てみたいなって思ったので頑張ってます。のりさんハートありがとうございます。ジージリンボンさんハートありがとうございます。あと4位まで33,990ポイントです。ありがとうございます。めっちゃ縮んでます。ハピマルさんレインボースターありがとうございます。ジージリンボンさんハートいっぱいありがとう。こんばんは。オーペルさんこんばんは。28日またておめでとう。よかったよかった、それはよかった。ラーメンを歩くリンクちゃん見て感動したの、ありがとうございます。皆さんのおかげで行けましたね。ハピーマルさんハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。こんばんは。カサさんハートありがとうございます。ごめんねジュエルの時ってやっぱり自撮りと大変なんですよ。私本当に自撮り撮れたことがなくて、ごめんねジュエルで、すいません。忙しすぎてちょっと撮れなくて、いつか絶対ツバ見に行く、見てほしい、見に来てほしい。うん、マルチっぽい。本当ですか、ありがとうございます。その言葉も嬉しいです。ハッピーマルさんハートいっぱいありがとうございます。嬉しいです。ちょっとあの血色がないのでリップだけ出してください。はい、私のメイクポーチ紹介なしです。私が作ったポーチもうね、あのだいぶね使っちゃって色あせちゃったんですよね。色がないもん。ハピマルさんハートありがとうございます。いっぱい送ってくれて、ちょっとリップだけ塗らせてください。さすがに血色がなさすぎてやばいので、私ここもね早着替えがギリギリでごめんなさいって言われるから。あはこんばんは。韓国の妹子さんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは、みんなこんばんは。ちょっとリップだけ鳴らしてください。このリップ久しぶりに塗るな。このリップは自分で買いましたね。今日も可愛いよ、ありがとう。ハートありがとうございます。僕が行くときにカバンになし T シャツ入れてたけど、親に劇場行くのってあるありがとう。あんな真っ黄色のね、恥ずかしいけどね、ごめんね。 HKT 超絶おじさん狼ありがとうございます。みちろさんハートありがとうございます。ねえねえさんレインボースタジオックありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ねえねえさん嬉しいでございます。本当に可愛いアイコンでめっちゃ可愛い、ありがとうございます。塗るだけで全然変わるんでしょ。塗るだけで顔が濃く見えるの。みちろさんハートありがとうございます。こうちゃんさんハートありがとうございます。かずさんこんばんは。ねえねえさんねえねえさんレインボースタジオックありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。こんばんは。あ、やよちゃんこんばんは。やよちゃんもやよちゃんもレインボースターチョコありがとう。嬉しい、みちろさんもレインボースターありがとうございます。やよちゃんまでくれた、ありがとうございます。6位にランクダウンしちゃったみたいですみんな頑張ってくれてるのにありがとう。全然大丈夫ですよ。まあ、最初のラーメンの時もこんなんだったんで、私本当に7位とかずっといたんで大丈夫です。トマゾーペさんハートありがとうございます。レインボースター10個もね、全然大丈夫です、ありがとうございます。トモゾッピさんレインボースターありがとうございます。
ランクダウンが表示ね、ランクダウン表示しないでよね、分かってんだよ、ありがとう。あやゆちゃんレインボースターありがとう。あやゆちゃんレインボースターいっぱいありがとう。あやゆちゃんレインボースターいっぱいありがとうね、嬉しい、ありがとう。やゆちゃん今度公演とかで会った時にお礼させてください。ありがとう。ありがとうね。嬉しいでございます。やよちゃんありがとう。相馬さん、レインボースターありがとうございます。嬉しい。ともちゃんさん、レインボースターありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです。みんな、相馬さんハートありがとうございます。普通にねお話もしましょう。あっ、HKT 調節さん元気、ありがとうございます。元気ですよ、ありがとうございます。 HKT 調節さんありがとうございます。フルーツありがとうございます。ゆいちゃんお花ありがとうございます。星がなくなったのが星の代わりに多分キラキラになったのかな、わからないけど。あのさんこんばんは、みんなありがとうございます、嬉しい。とりあえず3位を目指したいと思います。私は3位を目指します。母さんさんお花ありがとうございます。いっぱい投げ方間違えた、ごめん。全然何でもいいです、投げ方なんてもう関係ない。こんばんは、こんばんは。私は1日に1回しか投げられないのかな、どうなんだろう、ミカちゃんがビス乗ったりいっぱい買ってくる。え、本当にそうなんだよね。私がさ、ビスに乗ること自体がもうすごくない？だから嬉しい。乗れたらさ、みんな買ってね。まだ乗れるとこまで行ってないけどさ。ひなたんとのツーショットありがとう。いや、こちら行くぞ。また撮りますね。また撮ります。やよちゃん、レインボースターありがとう。全然撮ります。エイティさんハートありがとうございます。止まないビューリキラキラは100個しか投げれないの辛い、星は500枚。そうなの、500まで投げれたんだ、100個か、確かに。あ、ハッピーマルさん、クマありがとうございます。ありがとう、クマになれるかな、クマっぽいでしょ、ありがとうございます。ジュンさん、かわいい、ありがとうございます。かわいいクマちゃん食べちゃう、ありがとうございます。やよちゃんお花ありがとう。サマさん誰もありがとうございます。みくりんさんとのツーショットまた見たい、頑張って撮ります。ここ点とか出れたらね、一緒に撮りたいね。前みたいに星集めで、そうなんだよね、星集めはできないから、多分もうクエストをやれば。こんばんは、ゆずパパさんお花ありがとうございます。この前ゆずパパさんを初めて見ました、しっかりと認識してありがとうございます。すごい、あと5位まで2935ポイントになった、すごくない？抜いちゃうよ、またみんなのおかげだ。
嬉しい、ありがとう。みちろうさんハートありがとうございます。あと2930個。かささんお花ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。実はエグちゃんとのコラボ配信から気になってて、この前のソロ公演で生で見てハートつながれた。本当に嬉しい、ありがとうございます。バキュンとか言ってありがとう。ねえねえさん、だるまいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。嬉しいでございますね。みんな送ってくれて、普通に会話しましょうね。全然アイテムにとらわれないで普通に会話をしましょう。わーお、ハビマルさんミラーボールありがとうございます。ヨーヨーヨー、ありがとうございます。コボタがどうこう、極楽浄土、神様どう思うですかっちゃ。リアナラパップ、ジャックのジャングル、ネラカリュードンデンポッパン。HKT ジョジトジさん、帽子ありがとうございます。大好きです。公演行きたいです。来てください。語彙がハンちゃんだね。配信し、あ、そうなんだ。語彙がハンちゃんなんだ。じゃあ30分できるしかできないの、辛くない公演があって。頑張って、ハンちゃん公演、応援してます。T シャツカラフルだね。そうだよ、これはまあ寝巻き、寝巻きです。さすがラッパー、そうです、さすがラッパー。最近 TikTok 何見てる？最近 TikTok はいろいろ、いろんなジャンルを見てるんですけど、化粧品のレビューのやつだったりとか、ネイル、ネイルチップのやつとか、普通にみんなが、若い子たちが踊ってるやつとか見てます。HKT のやつもたまに見るし、見てます。いろいろ見てます。深く住んでたら仕事終わりでも行ける公園行くのに、広島だからこんなに行けないつらい。確かにね。広島遠いもんね、意外と。うさぎのショーンさん、花ありがとうございます。リンク自分の顔覚えてくれたかな。覚えたよ。100キロ受け取ってありがとうございます。やった、5位に行きました。まあハンちゃんがあれだからかな。ありがとうございます。マテウスさんお花ありがとうございます。ポンコツカズッピさんハートありがとうございます。カサさんお花ありがとうございます。初歩的な質問していいですか？はい。サイリウムの色は何色ですか？私はもう3色どの色でもよくて、まあ、主に私が推してる色は紫なんですけど、私が推してる色は紫と黄色と、黄緑です。この3色なんですけど、まあ、3色光らせるのも大変だと思うので、私が主に推してるのは紫色です。この前新しいリンクちゃん動画作ってたから見ていってね。見たよ。私も毎日で見てるね。会いたいよね。この前サイン抽選当たりました。リネリンクのマスク当たったんだ、おめでとう。リネリンクのも欲しい、欲しいんだ。ありがとう、そう思ってくれてるだけでちょっと十分嬉しいですけど、ありがとうございます。待って、待って、4位までもさ 31,441 しか変わんないんだけど、すごくない？ノーリーさんレインボースターありがとうございます。紫色とね、紫色可愛いよね。紫、黄色、黄緑です。黄緑というか、まあ緑、緑です。まあ黄緑が好きですけどね。わかる。
あ、職名緑と思ってた。緑かもです。なんて言ったか忘れちゃったけど、緑か黄緑って言ったもの、どっちかだと思います。緑です。なんで兵庫って福岡に遠いの？まあ、それは、もう考えても仕方ないことだよね。っていう。あ、ここにあるよ。待って、グッズあるからちょっと紹介する。多分、つい最近まで売ってたんじゃないかな。私のキーホルダーが。ここにあります。この顔はなんか普通です。最近まで黄緑青と間違えて違うよ。ルッキーは紫好きな、私めっちゃちっちゃい頃からずっと紫好きなんですよね。これもあるコースターですね。あとね、めっちゃあるのがこれ。見てやばくない？この量シールの量やばくない？にわくせんべいのやばいですよね。普通になんかもらっとんですよね。これなんかこれ紹介してほしいみたいな感じで試供品を、こういうのももらえるんですけど、試供品っていうか、まあこれもらったんですよ。1枚2枚3枚とかだといいと思うんですけど、こんなにもらったのでおばあちゃんとかに配りたいと思います。ずっと忘れてたから、にちゃんちょうだいってみんなちょうだいって言ってくるんだけど、おもろい。あげません。やばくないですか。普通にこの量何枚あると思います？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10枚ですね。10枚、10枚です。10枚あります。先着、はい、こちらですね、先着10名様にですねプレゼントしていただきたい、させていただきたいと思いまーす。ってなんちゃってね、なんちゃってなんですけど、これはちょっと余ってるのでおばあちゃんとか周りに配りたいと思います。私に似てるんですよ、大田さんが描いてくれたこのにわかせんべいの顔が。本当に私にそっくりで、眉毛をちゃんと特徴的にね描いてくれてるので、本当に私ってすぐわかるから、もう大田さんに感謝です。ってことで、これは親戚遺族にあげたいと思います。それからお友達にあげようかなって思います。はい、ということで私のグッズ紹介でした。ありがとうございました。やった、じゃあ生写真サイドブラスで撮影しましょう。ダメー、27日つぼみ公演達成しました。ありがとう、おめでとう。ありがとう、おめでとう。ロキさんハウスもらっちゃったから、その絵見れるのもシールできて、そうなんだよね、悲しい。兵庫で配るからちょうだい。ダメー、あげない。飛ばないピューリン今確認したら3枚あった。3枚あったの、すごい持ってる。カサさん、お花ありがとうございます。ニコ生の時期リンリンリンが出たよ、風吉と交換した。え、嬉しい、ありがとう。つぼみ公演は29日申し込んでるよ。お、ありがとうございます。皆さんも申し込んでください。いっぱい来てください。ハロウィンの新しいコースターゲットしたけど、この前お見送りで私見せればよかった。すごいね、早いね、ゲットするの。おめでとう。私はとにかくハロウィンのユニバに行きたくてしょうがないんです。あのハミクママも言ってたんですけど、ハミクマの、ハミクマっていうユニバのハロウィンのキャラクターがいるんですね。クマの内臓がはみ出してるから多分ハミクマって言うんですけど、そのハミクマの T シャツがママ欲しいらしくて、 T シャツとかグッ、ハミクマのグッズが欲しいらしくて、私が行ってちょっと買ってきてあげようかなと思うんですけど、その行く暇がないんです行く時間がなくてちょっと迷い中です。私今行くかどうか、ハロウィンのやってる間に。行ってないです、ゆうちゃん行ってない、言ってないですね、多分ね。
ワンさん帽子ありがとうございます。学生時代渋谷のハロウィン、渋谷のハロウィン行ったことない。ハミカノムカチューシャ買ってオープン30分。マジでいいな、カチューシャ買ったの、めっちゃいいやん。ローリーボイさんハートありがとうございます。ハミクマグッズをオンライン限定になってよ。え、マジで、それママに言うわ。ママに言ってみるね。じゃあちょっとママに今言ってみる、今言ってみるね。はい、みんな今ねママに言ったの、ハミクマのグッズはオンラインでしか買えないんだってって。ママに言ったらママが、あ、ファンの人が言ってたんだよって言ったら、あの、え、ありがとう、教えてくれてありがとうって言って、多分今あの調べてます。で、ななかちゃん配信始めた、やばいよ、こっから一気に追い抜かれる。てかやばくないですか、普通にハミクマのグッズのオンラインってことを言ったらママが喜んでました。そうさ、ありがとうありがとうって言ってって言われたから、ありがとうって言ってました、ママがみんなに。ありがとう、教えてくれるんだ、ありがとうね。ゆずパパハートありがとうございます。ハッピーマルさんありがとうございます。ペンライト、でもパークでウェブにアクセスしなくちゃだと。え、マジで、ちょっと待って、マジで本当に言ってる？ちょっとママにもう一回言わないといけないじゃん。ヨドババさん、お花ありがとうございます。ハピーマルさん、ペンライトありがとうございます。カサさん、お花ありがとうございます。マジで言ってる？どういうこと？なんでパークでさ、パーク内でサイトに行かないといけないの？いいじゃん、パーク内じゃなくたって。それだったらさ、オンラインもさ、オフラインも同じやん。オンラインの意味ないやん。マジか、ちょっとママにもう一回言ってくるわ。はい、言ってきたら、じゃあダメじゃんって言ってましたじゃあダメじゃんって言ってたんで、ちょっと悲しんでました。入場した限定で入れる、入場した人限定で入れる、まあそうなんだ、大変、そんなのあるんだね、今の現代は素晴らしい。14日の公演行きますけど、18日のつばめ公演も当選しました。おお、おめでとう、ありがとう。スピードを落としたメリーゴーラン、 ありがとうございます。ソーマさん逆にも教えてくれてありがとうございます。結局行かないとなんだね。あゆたんさんかな、待ってたよ、ありがとうございます。キモソメ声に入ってくれて申し込んで、ありがとう、嬉しい、嬉しいです、嬉しいです、ありがとう。メリーゴーラー、白馬のたてがみが揺れる、少し背の高いあなたの耳。 STU 劇場ならいつでも行けるから、 HKT 出張公演来てくれって毎日思って。 STU って劇場あるの？ないんじゃないの？思っちゃった、ごめんなさい。え、なかったんじゃないっけ、ないんじゃないっけ、違うっけ。4位まであと 29,630 ポイントです、ありがとうございます。ななかちゃんにまあ多分すぐ追い上げられると思うんですけど、まあななかちゃんに追い上げられても私が3位以内に入ればいいので3位に頑張ります。みんなありがとう。
して以外船がなくなった。船全然わかんない、ごめんなさい。白馬のたてがみが揺れる、少し背の高いあなたの HKT の中でも争うのがね、本当にそう、つらい。仲間なんだよ、大事な仲間なの大事な仲間なのに。船の維持費が大変ですよ。船があるのね。晩ご飯食べながら見てる、いいね。私ももう食べました、お腹いっぱい。マイワイスティー船の中で公演してた、酔ってるおった、めちゃくちゃ見た。マジで船の中で公演してたの、すごくない？私も酔っちゃうんだけど。それ14日のつぼみ公園から楽しみにしてる、ありがとう。ヤニムチキン、え、いいね、ヤニムチキン食べたい。食べたいけどちょっと今ダイエット中なんだよね。普通にダイエット中だから頑張ります。17が誕生日だから17日のライブ行きたかったけどできないので、今月の行ける公演申し込みました。あ、おめでとう。17日は私のライブの時ですね。こんばんは。こんばんは、みんな、こんばんは。やよちゃん、ハートありがとう。はじめまして。ありがとうございます、来てくれて。ルイさん、こんばんは。初見です、初見です、ありがとうございます。チャーハン定食さん、こんばんはありがとうございます。孫子さん、ハートありがとうございます。沼浜の集合するところだと難しい、難しいけど慣れたら全然、何も考えてない、あそこ。私、花花さん、お花ありがとうございます。もうダンス踊ってる時何も考えてないんだよね、沼浜とか特に。もう無意識に、無意識にやってますね。これでしょ。ちゅ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 ち俺一緒、ウィッチェ。ウィッチェはね、私も苦手だったんだけど、やっぱ合宿でレッスンしてそれで良くなったから、ウィッチェは私ももともとできなかったです。はい、6位に下がりました。ナナカちゃんですよね、きっと。きっとナナカちゃんです。でナナカちゃんがすぐ5位から4位に行くでしょ、そしたら私がまた5位に行けるでしょ。楽しみつくなんだね。そうです、白髪子さん、ありがとうございます。ラッキーのノーエミ、いやダメダメダメ、むずいむずい。Hey what's up、 なせ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 、 Hey what's up、 Come on excuse me、花楽しみ、そう、花楽しみ、来週。Keep standing coming on, I know you know, keep dash all night long。 ちょっと会ってないうちに見違えるくらい、ルーツカニア。モガネ配信始まったばっかりだ。そうだよ、だからもう強いんだよ、モガネは。もうやばくない？ 4 位に上がるとかやばいですよね、普通に考えて。本当にやばい、強い。
だからもうモガネはもう知りません。モガネはもう多分1位とか2位とかに上がるんで普通に。なんで私は3位を目指すんだから、別にモガネを抜かしたいわけじゃなくて3位を目指してるの。私は3位を目指してます。あとユグルッペがちゃかちゃかさんです、ありがとう。クワトロさんドラマありがとうございます。みちろうさんハートありがとうございます。馬太郎さんお花ありがとうございます。みんな協力してくれたら嬉しいです。モガネは強いんです。私よりもファンの方も多いし人気度もあるんです。モガネは頑張ります。ちょっとブリッコ気持ち悪かった今の。わたあめさんハートありがとうございます。 HKT ちょじちょじさんお化けありがとうございます。お化けはこんな感じかな、シルエット的に。こうか。あ、お化けのシルエット上手くないですか。これで白い背景にしたらほら、お化けのシルエット上手くない。はい、はい、立ってありがとうございます。キモいですね普通に。You know, keep that online love. とりあえず5位に行こうよみんな。 29,305 ポイントだから5位に行きたい。とりあえずお願いしますみんな、私の一生のお願いです。こんばんはみんな、こんばんは、ありがとう。とりあえず5位で今日、そうまだこれの配信の終わりじゃないから、まだ私9時からの部もあるんで全然大丈夫。ななかちゃんはさ、いけるじゃんめっちゃ時間、夜10時以降でもいけるからさいいけど、とりあえず今日は私は5位以内で収め、5位か4位で終わりたいです。お願いします、私からの愛を受け取ってください。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 イエーイ、もう頭落としちゃってきたよ。あ、これティッシュ、ティッシュまで持ち上げちゃった。3時間だからと昔なら配信時間考えた時難しくなってね。井戸さんハートありがとうございます。ハピマルさんハートありがとうございます。イエーイ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 。これどっちでもできるじゃん。さんはお花ありがとうございます。お手段はできる。お手段はできないか、私3個のお手段はできないんですよね。あ、これで遊べる。空気がねちゃんと入ってないから全く浮かないの、すぐしぼんじゃう。どれが一番空気入ってるかな、これかな、これだな。あ、いいですねこれは、おもろい。なんかむせちゃった。そのハート何に使ったの。これはね、私が16歳の誕生日配信の時にここにこうペタ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 って貼ってたやつです。16とともに結構あった。6はねもう使わないからどっかやったんだけど、1はね17歳の時も使えるから取ってます。でもねしぼんじゃってんの今、だからまた空気を入れ直さないといけないんだけど、ここに貼ってたのこうやって。アイちゃん花束ありがとう。あ、これが一番空気の
どうもないね。これが一番入ってる。ピンクちゃん、えぐちゃん、えぐちゃんは今公演です。公演頑張ってます。特技はないんですか。特技は何ですか。特技はシンクロです。水泳が得意です。シンクロ。クワトロさん、だるまありがとうございます。あと5位まで26,946です。なんかどん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 差が開いてってる気がする。頑張ります。みんな応援してください。もう何でもいいよ、無料でも何でもいいんで投げてくれたら嬉しいです。みんなにその分愛を送ります。画面越しにペタ。I know you know that all I love。 ちょっと会ってないうちに見違えるくらい偶然に会う女が生まれてたなんて。ハピモルさん、ハートありがとうございます。自分が推すメンバーみんな面白い。ミクリン、ココミナ、リチャキリンクちゃん面白いって言ってくれてありがとうございます。ゆでちゃんとショールームした時楽しかったよ。またしますね、羽田行った時に。あ、ここオペも。YouTube で心霊見るのが嫌だ。夜中に心霊なんか見ないで。なんかこれめっちゃ目ちっちゃく見える呼ばれてたなんて。だってあの今度はまだ降りてるシュッシュ。こうなんかかける気になれずにストーリーしてた時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実もボーダーレスで少しも心も Hey! Hey! 松山さん、お花ありがとうございます。渡辺さん、音楽ありがとうございます。委ねて踊ろう、ケリのルマルマルマオールマハジザ。はい、でもこのポンポンはうるさいのでしまいます。さよなら、出番は以上です。ありがとうございました。ハピマルさん、拍手ありがとうございます。9時からのやつはもっと来るかな。人もあれだし、人も来るかな、人もポイントも上がるかな。待って、最近私がね入荷したこの入れ物紹介していい？じゃじゃん、見てこの入れ物超可愛くない？ギラギラしてて。脂肪は今来たよ、ありがとう。風吉、これ全部筆、メイクブラシ。やばくないですかこの量。多分見えてないんだけど、このちっちゃい短いのもあるんですよ、こういう。すごくない？メイクブラシとか集めるのが趣味で。これやばくないですか、これギラギラしててめっちゃ可愛いの。これダイソーです。風吉可愛い、ありがとう。いっぱいありがとうね、ありがとうございます。お仕事はお疲れ様です。キラキラしてるでしょ。このブラシが一番好きなんです、可愛い。これはチーク塗ってたのかな、可愛いでしょ。最近入荷したものです。これなんかかける気になれずにストーリーしてた時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実もボーダーレスにしてしまう。ジジリンモさん、ありがとうございます。ラブレター、リンカ可愛い、ありがとう。カズキチも可愛いよカズキチも超可愛いです。夢も現実もボーダーレスにしてしまう、心も体も委ねて踊ろう、
え、好き、やった、やった、リンクには負けてるよ。いや、カズキチも可愛いですよ。カズキチのことを知ってるファンの皆さん、可愛いですよね、カズキチって。犬って感じ、マジ犬って感じ。尊いも来た、ありがとう、カズキチ尊い、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。委ねて踊る、ルマルマルマ、アイキャパザマ、嘘だと言ってよ、夜明けまで見つめ合えば幸せ合えるかも。いい曲で、もうね、わかる、いい曲だよね。中間に ただの魚さん、ハートありがとうございます。時はあっという間に好き、キャンディアップルってお店知ってるよ。リンゴ飴でしょ。私はリンゴ飴はリンゴ糖しか勝ちません。キャンディアップルの食べたことないけどキャンディアップル食べたことないけど、リンゴ糖しか勝ちません、私は今のところ。カズキチハートいっぱいありがとう。あー、ケンちゃんだ、ピンさんもレンブスターありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に嬉しいです。ゆうきさんもハートありがとうございます。サンさんもハートありがとうございます、とても嬉しい。リンゴ堂のアールグレイティーのやつ、の食べたことない、私あのノーマルしか食べたことないんですけど、マジでうまいです。リンゴ堂はマジうまいんです、本当に。リンゴ堂のリンゴ堂のリンゴは食べたことありますか、皆さん。マジでうまいですよ。うま太郎さんありがとうございます、レインボースター。またあめさん、音楽ありがとうございます、音楽っていうか音符ありがとうございます。今度リンガにおごってもらわない、え、おごってもらわな、おごってもらわなはこっちのセリフですけど、あたいのセリフなんですけど。ラルちゃんと連絡取れてます、全然取れてます、元気だそうです。リンゴ堂って天神とかにある、天神とかに多分あると思います。いや、おごります、ですよね、ですよね、おごってくれるよね。おごってください。まあそんな日が来るのか。リンカちゃんのお顔も声もなんかさくらちゃんに似てるわけない。いや、恐れ多い、恐れ多い。ちょっと、恐れ多いんで言わないでください、そんなこと。お世辞にも程があります。お世辞にも程がある。何個でもこれ、本当？じゃあ100個。もう一生困んないね、リンゴには。フラルちゃんも一緒に見せてくれね、まだね、まだ元気かもしれない、体調は元気かもしれないですけど、やっぱね、そういう時間が必要なので、ゆっくりフラルちゃんのペースで頑張ってほしいなって思ってるんでね、やってくれる日まで心待ちにしてましょう。三宮にキャンディーアップルできたから昨日行ってきた、リンゴ堂先月ね、美味しいよね、どっちも。運営に頼まれた、自分の希望、何ね、怖い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 、どういうこと、あ、このイベントですか、私の自分の希望です、こういうイベントがあるよっていうのは運営さんから言われるんですけど、自分で希望するのは自分です、自分で希望です、はい。100個量、マジでありがとう。あ、滑った滑った、ちょっとクッションの配置がちょっと決まんない。おせち、あ、違うか、おせち、おせちだよ、おせちです。
夢も現実もボーダーレスにしてしまう心も Hey ほな地震かとかが出たら、あ、そういうことじゃないですよ。ちょっと違います、違います。地震かとかじゃなくて、普通になんて言うんだろう、地震があるわけじゃないです。全然みんながみんな地震があるんじゃなく、挑戦したいっていう気持ちです。地震家ではないです。挑戦したい気持ちがあるだけなので、地震があるとかじゃないです。スタイルが自分でいいと思ってるとか、顔が自分でいいと思ってるとか、そういうことじゃなくて、普通に挑戦の思いです。挑戦心です。基本 AKB グルは大体自分、そうです、絶対自分の希望です。希望じゃなかったらそんな無理やりはしないです。挑戦ポリシーもね、挑戦ポリシーは大事なので、自分で手を挙げないと何も来ない。そうなんです。何どういう結果であれ、挑戦することに意義があると思ってるので、挑戦心です。別に自信家なわけではないし、全然自信はないです。逆に言うと、そうチャレンジャーなんです。でもその挑戦してみる結果、ランウェイ、この前は超重大のねランウェイを歩くこともできたので、挑戦することは大事だと思います。3月にはランウェイを歩かせていただきました、このイベントの感じで。ゆずパパさん、いいね、ありがとうございます。何事にも真剣に取り組む人好きです。ありがとうございます。私も好きです。イベント頑張ってね、ありがとうございます。一緒に頑張ろうね、ありがとう。力、結果はどうであれ挑戦してくれて、こうやって始めるだけでこちらありがとう。そう、配信毎日にするのでね、1週間。こんばんは、こんばんは。あー、帽子ありがとうございます。けんちゃんのピンさん、お花ありがとうございます。あー、ハートもありがとうございます。かささん、お花ありがとうございます。今回は8時12分になったらアナウンスしてくれたら嬉しいです。お願いします。忘れちゃうからね、時計ないんでこの家、携帯しかない、あるけど読みにくいし、時計ずれてるんだよね。わたあめさん、音符ありがとうございます。夢も現実もボーダーレスにしてしまう、自分は常に当たっていくだけだって思って、何か挑戦したいことあれば挑戦する。わかる、私もそんな感じ。にんかちゃんの配信が増えてるし、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。こちらこそ嬉しいです。ゆらなちゃんと会ったです。最近は会ってないですね、あの焼肉以来ですね。焼肉以来会ってないです。会いたいけどね、やっぱ受験シーズンなんで、もう10月とかなったら、受験が終わるまでちょっとそっとしておこうかなと思います。受験頑張れ。やばい、5位までの 28,195 がもう全然縮まんない。その今4位の5位の方も今やってらっしゃるのかな、配信を。だからかな、全然縮まんないな、どんどん差が開いていく一方です。ゆなちゃんがそう言うのよ、大好きなんです。あの子、あのなんかゆなとはなんかわかんないけど話が尽きないし、話盛り上がるし、なんなんだろうね、こんな子に会えると思ってなかった。本当のもう親友って感じですね、私は。うん、こんな子に出会えるとは思ってなかった。嬉しい。無言でいても全く気まずくならないし、むしろ無言の方が多いし、無言で携帯2人でいじってるのも多いし、全然どっちも多いですね。鈴木ちファイト、ありがとう。だから頑張ってほしいですね、受験は。
私の一重です。一重と二重の印象全然違くない？これは一重なんですけど、今一重にしてるの。あ、二重になった。すごくない？ユネになって一緒にいたら時間過ぎるの速さめっちゃ速いですよ。超速い。え、もうこんな時間？ってなることが多いです。お疲れ様です。一重も二重が可愛くないやろ。この顔のパーツの一重は可愛くなくない？それは一重でもめっちゃ可愛い子いっぱいいるんだけど、私が一重になったら可愛くなくない？そう、なこさんの特技と一緒なんですよ。私も一重にできるんです。ちょっとこう昔はしてたらできたんだけどな、最近はこうじゃないとできなくなっちゃった。じゃん。3位から6位が配信してるからなかなか差が縮まらない。マジか。私が6位だもんね今。5位が配信してるからなかなか差が縮まらないな。マジで頑張りたいね。マジでこの時間帯は5位で終わらせときたいな。懐かしい、よくバラエティで言うです。そうよ、私の特技は一重にすることです。夢も現実もボーダーレスにしてしまう。みちろうさんハートありがとうございます。たけたけさんレインボースターありがとうございます。かわいい、ありがとう。5位終わってよ。本当に5位終わりましたか？ことは私の逆転チャンスです。今ヨーグルプガチャガチャガチャして後で見れるよ。大好きでありがとう。あとはキキサーティワンできたらもうなこやん。え、私あのキキサーティワン絶対できます。わかんないけど、私あんま食べたことない。ナッピーないから美味しいなこやん。私はどうですか？私はどうでしょうか？間違えたんかい、間違えたんかい。恋やってない、あ、恋やってるんか今だ。やよさん、やよちゃん、やよさんとか言って、やよちゃんお花ありがとう。かずきちもお花ありがとう。あ、お花ありがとうございます。可愛い赤ちゃんの写真が。結婚前提でさせてください。いいですよ。いや、終わった、終わったんかい、終わったんかい、終わったんかい。逆転チャンス、あと28,195を 10分ぐらいで。プロフィールの特技欄に必瞬で二重を一人にすることにせって書いたり。ダメダメ、書きません。配信してるのリンカとナナカだけ。マジでナナカちゃんはもう知らないというか、もう強すぎるので、私はナナカちゃんをはもう仲間ですから。卒業するときに婚姻届けくださいね。まあ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 考えておきますね。え、何するでと言ったら、何々すんのやったら帰ってって、帰ってと言ってくれますか？います。ん？星が多すぎてちょっと分かんなかった。厳しいもんね、コメント欄の。みんなチャンスだ。チャンス、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 チャンス。夢も現実もボーダーレスにしてしまう。恋をするとすぐにわかる、いつも上の空で。邪魔するで、お、よくわかるね、やっぱさすが関西人。邪魔するでと言ったら、邪魔するんだったら帰ってくれる、帰ってくれるっていうか、も帰ってか。ハンちゃんにも勝ちたいね、勝ちたいけどね、仲間の仲間もだからね。チャンスタイム。
美少女だからウェイクかぶってお嬢様としたらマジでウェイクかぶるのが長い長いのね。考えます。たけたけさん待ってたよ、ありがとう。やよちゃん結婚してありがとう。結婚してチラチラ、まあ結婚の志望が多いですね。ちょっと困りますね、モテモテだな私。あーレイモスターありがとうございます。知らんけどって言う、知らんけどって言います。いや知らんけどって言います。リンカちゃんのスキップはちょっとモテすぎてて選べないので、俺は適当。やばい、モテてる。めっちゃもう3人ぐらいに言われてる、結婚してって。やばい、カズキンジ結婚してありがとう。やばいやばい。こんばんはリンカちゃん、こんばんは、ハロー。やばいな、3人に言われちゃった、結婚してって。どうしよう、どうしようかな。選べないですね、みんないい人すぎて。浮気しちゃおうかな、三股三股にしようかな。たけたけさんハートありがとうございます。ともちゃんさんお花ありがとうございます。スキピのタイプは誰にでも優しくて、誰にでも優しくて、誰にでも優しくて、誰にでも優しくて誰にでも優しくて、面白い人が好きです。はい、あとはなんか一生懸命な人が好きですね、何事にも。結婚無理ならペットでしてくれたけど、ペットやだな確かに犬っぽいもんね。HKT48 の人気メンバーに宣伝してもらうとポイント上がりや、ミクリンとかミクリンとか。いやーそんな宣伝とかされしなくてもね、そんな姑息な手を使ってはいけません。外見中身、第一印象はさすがにやっぱ外見から入るじゃないですか、みんな絶対一回は。外見から入って中身知っていって、中身まで完璧だったらいいけど、顔かっこよくても中身がもうめっちゃ性格悪い人だったら無理です。なんか結局中身です私、まあ、顔もいい人がいいけど中身ですね、重要なのは一番。中身がダメだったらもう全部ダメ、かっこよくてもダメ、めっちゃイケメンでもダメ。例えばだよ、例えば全然性格はいいんですけど、山崎賢人さんとかがめっちゃイケメンじゃないですか。結構代表的な例なんですけど、イケメンで、山崎賢人さんがイケメンで性格が悪かったら私はもうブブーって、山崎賢人さんでもブブーって言います、性格悪かったら。誰にでも優しくて一生懸命って DD の子ですか、 DD の葛藤もいいと思います。イケメンで金持ちで一途でユーモアが、私を誰よりも大事にしてくれる人って言うとパン減りますやばいでしょ、イケメンで金持ちで一途でユーモア、イケメン金持ちは別に大丈夫です、全然金持ちじゃなくても。でイケメンも全然大丈夫です、一途はいい、一途はいいと思う。でも私は全然一途じゃなくても、性格重視です、絶対性格がいいと思う。みんなやっぱ顔も大事だと思うけど、性格がいいと思います、私は性格が大事だと思います。ナッピにしていいですね、一途な方いいと思います。多分人生で数回しか怒ったことない、あいいね、怒らない人もいいかも、キレ性じゃない人がいいです。うつつかない人と口堅い人大事だよ、体験の、おちょっと参考にします。予約すると優しい方がいいのかな、うん、優しい方がいいです。今度ナッピ見つけたら告白します、いいですね、告白してください、頑張ってください、応援してます。お、すごいぞみんな、19433ポイントになった、すごくないですかみんな、ありがとう。チャンスタイム、よし書いといた。みかちゃんのもう HKT48 で一番可愛い顔ってゆいな、みんな可愛くないですか、選べない。風吉天然はオッケー、オッケー、おもろいからオッケー、いけるかも、いけるかも、
わたあめさん、音符ありがとうございます。自分は優しいよって自分で言ってみる。うん、優しいと思う。たけたけさんなんか優しそう、外見からなんかすごいあったかそうですね。なんて呼んだらいい、私ですか、リンカか、リンリンリンカです、お願いします。だからリンカちゃんか。ファンです、ありがとうございます。タイガさん、ありがとうございます。大阪から見てる、ありがとうございます。毎度お気に嫁はいいですね。ミクさんいいじゃないですか。めっちゃもう3股ぐらいしてますやん。こんばんは。めちゃくちゃ嬉しいことがありがとう。本当にもう優しそうだもん、優しそう。恋をするとすぐにわかる、俺はおひちゃんたちによく面白いって言われる。面白いです、さすが関西人って感じ。ミクは5年前から嫁って呼んでます。いいね、じゃあ5年、約5年だ、もう5年記念日だ。リンカちゃんって神戸の人、神戸の人です、神戸です。1.4 番目に可愛い、1番目に可愛いやでしょ。その 0.4 はなんだ、 0.4 ってなんやねん。私はどんなイメージなんだろう。ちょろい、ちょろくない、優しそう、それ面白そう。しかも、あ、博多なるなるさんこんばんは。いつ周りに厳しくてリンカちゃんに優しい人と、周りに優しくてリンカちゃんに厳しい人、どっちを選ぶ。めっちゃ厳しい、めっちゃ難問。周りに厳しくて私に優しい人がいいです。はい、なんか怖い人好き、苦手なんです。なんかめっちゃ嫌だから私に優しい人がいいです。10年目です、結婚前提で押して5年目から夢で呼んでくださいって言いました。さすがです。あ、ありがとう、12分、ありがとうね。リンリンリンカが一番だよ、本当か、ありがとうございます。ってことはいきます。13位ロンリーボーイさん、ありがとうございます。12位みちろさん、ありがとうございます。11位ジージーリンモンさん、ありがとうございます。10位ゆずパパさん、ありがとうございます。9位リドさん、ありがとうございます。8位カサさん、ありがとうございます。7位ケンちゃんのピンさん、ありがとうございます。6位タケタケさん、ありがとうございます。5位ともちゃん、ありがとうございます。4位ネーネーさん、ありがとうございます。3位カズキチ、ありがとうございます。2位ハピマルさん、ありがとうございます。1位ヤヨちゃん、ありがとう。ヤヨちゃん1位だ、ありがとうございました。次が今日最後の枠になるので、本当に最後は絶対何としてでも5位か4位で終わりたいので、皆さん協力してくれたら嬉しいです。ってことで次は21時からです。来てください。バイバーイ、ありがとうね。